皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤシです。輝かしいスポットライトの下で鍛え上げた己の肉体をぶつけ合うプロレス、スター選手が繰り広げる数多くの名勝負に私たちファンは魅了され続けてきました。そんな華やかなプロレスの世界ですが、そこは弱肉強食の厳しい世界。トップレスラーの地位に上り詰めることができるのはほんのわずかな限られた選手だけなのです。残念ながら多くのレスラーは活躍することなくリングを後にするのでした。今回は期待されていたにもかかわらず結果を残せずにリングを去ったレスラーを5人紹介していきます。ロッキー畑。まず最初に紹介するのはロッキー畑です。元大相撲幕下26枚目の力士だったロッキー畑。大相撲を廃業した後、1972年に日本プロレスに入団してレスラーとしての人生を歩みます。192センチという恵まれた体格に端正な顔立ち、その雰囲気からエース候補として期待をされる人材でした。畑は所属していた日本プロレスが崩壊するとジャイアント馬場率いる全日本プロレスへと移籍します。そしてジャンボ鶴田、天竜源一郎と並び馬場のお気に入りの選手の一人となるのでした。身長192センチという畑の体格はまさに馬場好みの選手だったのでしょう。全日本プロレスでは鶴田とタッグを組んだり、天竜とハンサムフレッシュコンビで世界タッグリーグに参戦するなど会社から猛プッシュを受けます。しかしながら畑はその期待に応える結果を残すことができませんでした。ただ畑が結果を残せなかったのはプロレスラーとしての実力がなかったわけではありません。むしろ大きな体を器用に使いこなすプロレスが上手い選手だったのです。実際にまだプロレスに馴染んでいなかった天竜をうまくフォローし試合を作り上げていたのも畑でした。もともと畑にとって天竜は同じ大相撲の後輩であったことから常に面倒を見ていたのです。ちなみにあの三沢光晴も畑にお世話になった人物の一人でした。このようにレスラーとしては大成してもおかしくない畑でしたが、当時プライベートがかなりまずい状態になっていたのです。畑は結婚をして子供もいましたが、その過程はトラブル続きでうまくいっていませんでした。そしてしばらくすると家に帰らず合宿所に寝泊まりするようになってしまうのです。愛する子供に会えない日々が続く畑、その寂しさを紛らわすためにお酒に走ってしまうのでした。そこからはプロレスにも身が入らなくなり、ひどい時はお酒に酔ったままリングに上がるようになるのです。当然馬場からすると許せる行為ではなく引退を勧告されることに。畑自身も飲酒により内臓疾患を患ってしまい、残念ながら1987年に引退することになるのでした。お酒に走るのは自分自身の弱さといえばそれまでですが、なんとも残念な結果だったと思います。ジョージ高野。期待されていたのに成功しなかったプロレスラーの話になると真っ先に上がってくるのがこのジョージ高野でしょう。アメリカ人と日本人のハーフであるジョージ高野、その端正な顔立ちと190センチの身長から俳優としても活躍していました。もともと大相撲大砲部屋の力士だったジョージ高野ですが、大相撲廃業後はアントニオ猪木に憧れて新日本プロレスに入門します。デビュー戦では佐山悟と時間切れ引き分けに終わるなど、その非凡な才能を見せつけ会社から期待されていました。さらにジョージ高野は非常に真面目で努力家だったため、プロレスの技術もどんどん吸収していったのです。実際に高身長から繰り出されるドロップキックをはじめ、ムーンサルトプレスを開発して披露するなど抜群のセンスを持っていました。そんなジョージ高野がなぜ成功することができなかったのか、その最大の理由はタイガーマスクでした。当初ジョージ高野は初代タイガーマスクの候補に上がっていたのです。しかし190センチという身長に新馬久志が難色を示し、最終的には佐山悟がマスクをかぶることに。
こうして最初のチャンスを逃すことになるのです。それでもジョージ・タカノはメキシコをはじめ海外で人気を博すことになり、カナダのカルガリーでは覆面をかぶりザ・コブラとしてトップレスラーに上り詰めるのでした。そんなさなか、新日本プロレスではとんでもない事態が発生します。それはタイガーマスクの電撃引退。このことによりジョージ・タカノはザ・コブラとして緊急帰国を命じられるのです。当時カナダのカルガリーで人気を博していたジョージ・タカノはこの指示を一旦は断りました。しかし猪木の直接の説得により強引に新日本プロレスに凱旋させられ、タイガーマスクの後釜として据えられることになるのです。まさにジョージ・タカノからすると納得のいかない凱旋でした。ただジョージ・タカノ以上に納得がいっていなかったのが、凱旋試合の相手を務めるデイビーボーイ・スミスだったのです。スミスは謎のマスクマン・ザ・バンピートとしてリングに上がるように指示されており、そのことに強い憤りを覚えていました。そしていざザ・コブラの凱旋試合が始まると、スミスは自らマスクを脱ぎ捨ててしまうのです。さらにスミスはコブラの技を受けることなく透かし続け、試合はグダグダな内容に。こうしてタイガーマスクの後釜として売り出す予定のザ・コブラの試合は凡戦となってしまうのでした。さすがにこれはジョージ・タカノがかわいそうすぎますね。ただザ・コブラの受難はむしろここからでした。タイガーマスクの後釜ということで常に比較されてしまい、一向に人気が上がることがなかったのです。こうしてザ・コブラは何事もなかったように消えていくのでした。その後ジョージ・タカノはマスクを脱いでヘビー級レスラーとして2度目の凱旋を行いますが、ファンからするともはやバレバレの状況。さらに当時は闘魂三銃士の台頭もあり、次第に新日本プロレスで活躍する場がなくなっていくのでした。その状況に危機感を持ったジョージ・タカノは SWS へと移籍します。しかし残念ながら SWS でもその実力が認められることなく、最後までブレイクすることはありませんでした。ジョージ・タカノに関しては明らかに本人ではなく会社や当時の状況により大成することができなかったのです。そう考えるとかなり不憫だったと思うのは私だけでしょうか。高野俊二。次に紹介するのはジョージ・タカノの弟高野俊二です。身長2メートルと兄ジョージ・タカノ以上の体格を持ち、そのスケールの大きなプロレスから将来を期待されていた高野俊二。実際に日本人初のボクシングヘビー級王者を誕生させるプロジェクトに名前が上がるほどの逸材でした。事実アメリカではザ・スーパーデュアル・ヒューマ忍者のリングネームで、1987年には AWA 全米ランキングトップになるなど輝かしい実績を上げていたのです。そんな高野俊二がなぜ日本では大成しなかったのか。ジョージ・タカノと同じように会社や当時の状況によるものかと思う人も多いでしょう。むしろ逆で高野俊二はかなり恵まれた状況で新日本プロレスに凱旋帰国していました。当時の新日本プロレスは長州力らの大量離脱もあり、選手層がめちゃくちゃ薄かったのです。そこで高野俊二は未完の大器としてメインやセミの試合に抜擢され、一流外国人レスラーとも数多く試合を行うことになりました。しかしその試合内容は非常にムラがあり、いい時と悪い時がはっきりしていたのです。実は高野俊二は兄とは違い、とにかく練習が嫌いでした。そのため恵まれたその体格はまさに宝の持ち腐れ状態だったのです。いくら才能があっても努力しないと上に上がれないのがプロレスの世界。せっかくのチャンスを高野俊二は掴むことができなかったのです。さらに高野俊二はヒロ斎藤、スーパーストロングマシーンとカルガリーハリケーンズを結成し、新日本プロレスから離脱してしまうのでした。その後は兄ジョージ・タカノ同様に SWS に在籍しますが、当然ブレイクすることもなく、最後まで未完の大器として終わることになるのです。
高野俊二の場合は我慢して新日本プロレスに残って真面目に練習していれば違う世界があったかもしれませんね。本田多門。次に紹介するのは全日本プロレスノアで活躍した本田多門です。全日本選手権8度優勝、オリンピック出場3回。その卓越したレスリングから本田はアマレスの神様とまで言われていました。さらに元陸上自衛隊所属ということもあり、とんでもないフィジカルとメンタルを持っていたのです。実際に同じ自衛隊出身の杉浦隆からは畏敬の念を込めて兵隊ヤクザと呼ばれていました。当然このような実績を持って全日本プロレスに入団したのですから、いやおうなしにも期待されていたのです。ただ残念ながら本田はプロレスラーとして体制することはできませんでした。本田が体制しなかったその大きな理由、それはアマレスを封印していたからです。プロレスのリングでアマレスを封印するなんて意味不明ですよね。実は本田は俗に言う天才派だと呼ばれる人間で、独特な考え方を持っていました。本田の中でプロレスとアマレスは同じラケットを使う競技でもテニスとバドミントンみたいに違うらしいのです。確かにこれは凡人である私たちにはちょっと分かりません。本田はプロレスの技術を身につけるためにレスリングの技を封印していたのです。そのためなかなかブレイクすることができず、さらには度重なる故障でまともに練習することさえできなくなってしまうのでした。こうして本田も最後までブレイクすることなく中堅レスラーのポジションに落ち着いてしまったのです。ただ本田のレスリング技術は本物で、ノアでは若手のコーチ役として活躍していました。もし本田多門に謎のこだわりがなくレスリング技術をマット上で披露していればどうなっていたか、そう考えると残念でなりません。北尾浩二。最後に紹介するのは元大相撲第60代横綱二羽黒こと北尾浩二です。若くして相撲界の頂点を極めた北尾ですが、昔から自分勝手でわがままな性格をしていて多くの問題を起こしていました。そして最終的に親方と喧嘩をし1986年に大相撲を廃業。こうして北尾は1990年2月10日新日本プロレス東京ドーム大会でプロレスラーとしてデビューすることになるのです。デビューまでの間はアメリカに渡りルーテーズの下でプロレスの修行をしていたはずの北尾。しかし試合会場に現れた北尾の体は完全にたるみきっていました。おそらくここでもわがままが炸裂してきちんと練習をしていなかったのでしょう。ただプロレスの世界はそんなに甘くありません。当然北尾は技らしい技を見せることなく、あっという間にバテバテ状態に。対戦相手がクラッシャーバンバンビガロだったため、なんとか試合としての体裁は保ちましたが、最後も唐突なギロチンドロップでフィニッシュと意味不明なものでした。それでも自慢げに意気揚々と引き上げる北尾に会場から失笑が漏れるほどだったのです。そもそも北尾は練習嫌いで有名な人物。プロレスにとって大事な受け身の練習をきちんとやっていませんでした。そのため試合でも相手の技を全く受けようとしないのです。それなのに大口を叩き不遜な態度を繰り返すため、あっという間にファンから見放されてしまうのでした。その後受け身が取れないことが原因で腰を怪我してしまい長期欠場を余儀なくされます。その結果新日本プロレスを解雇されることになるのでした。まさに自業自得と言わんばかりの転落ストーリー。新日本をクビになった後は同じ大相撲出身の天竜を頼って SWS のリングに上がりますが、そこでも問題行動を乱発。同じ大相撲出身のジョン・テンタ戦ではあの有名すぎる八百長発言まで飛び出すなど、最後の最後までプロレスラーにすらなれなかったのです。でもこうやってみると SWS は何か素質はあるが、体制しなかったレスラーたちが集まる場所になっていましたね。
まさにレスラー墓場と言えるでしょう。プロレスの世界で大成するには実力だけでなく運や立ち回りも必要だと思います。ただ北尾や高野俊二のように練習をしないのは言語道断ではないでしょうか。プロレスに限らずやはり努力することは最低限必要だと改めて感じます。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。